ビワチャンネル始まるよ。全員集合。はい、どうも。ビワチャンネルケイです。今日はポストの注文が入ったんで、ハイエース、これ6型、うちの妹の車なんですけど、6型のフロントの型を取りながら、これ販売してくれってことなんで、出すんです。で、ショッピングサイトにまだ載せてないんですけど、出します。で、その時に、車によって、ここにレーダーとかブレーキサポートのものが付いてたりする場合があるんですよ。で、付いてない車もあります。なので、ここの、上のここに付いてる、付いてないっていうのがあるので、それはもうまっすぐの線で出します。出しますので、それはお客様の方でその車に合った形に切ってください。で、今からこれ僕が成形します。成形した形でカット済みで出します。ただ、ここの、リアエムのレーダーの辺の機械のそのところは、オーナーさんの方でマジックで線を入れてそこを切ってください。フィルム貼ろうと思う方でしたら、多分そのぐらいはできます。そのぐらい簡単です。これ、ピュアゴースト、88です。測定はしないんですけど、大丈夫だと思います。で、うちから、カット済みだけで出す場合っていうのは、どうしてもね、うちで測定できないんで、そこら辺はもう、お客様の方の責任で、貼ってください。いろんなこと言う人はいるとは思うんですけど、その辺は、なんていうのかな、レース用部品とか、イベ車ですね。うちイベントの車も貼りますんで、イベ車に関してはまた問い合わせいただければ、どんな濃さとか色でも特に問題はなくやります。ただイベント車両に関してですけど、その場合はちょっと、書いてもらうものもあるんで、その時はまだ言ってもらって、来年してもらえれば、そんなこともやってますんで、気になさらずに。じゃあ今日とりあえず、ここからじゃあ成形していきます。一回ね、これはね、このハイエースのフロントガラスの形にもう一回切り出してあります。データで一回切ってあります。そこからガラスに乗せて成形していくっていうのを見てください。はい、こんな感じでね、成形は今できました。で、こっからガラスの形にはなりました。で、ただこんな風にこのカットラインとガラスの形でちょっと大きさが違うんですよ、データ的に。なのでここは5ミリぐらいここから内側を落としちゃってもいいと思います。で、それも今から説明入れます。ちょっと面倒なんですけど、それやってもらえると、やってもらえない場合、中に入ってから全然違いますんで、ちょっと今日は今から白いダマートっていうので書きます。で、これ実は、マジックでも、油性のマジックでも平気です。油性のマジックがあったら、じゃあいいね。油性のマジックで書きますね。ちょっとじゃあ油性のマジックでやってみます。はい。線を描きました。この、ハイエース、ガラスのこの黒いところありますよね。この黒いセラミックって言うんですけど、セラミックのとちょうど上に同じように描きました。で、ここ、このレーダーとかブレーキのサポート関係のやつがついてる車とついてない車があるんですよね。その6型に関しては、ついてるのついてないの出てくるはずです。で、3型とか、2型、1型っていうのは、この形にこう、メッシュにドットが入ってますよね。ドットが入って、ここにミラーのベースがつくようになってるんで、その車の場合は、そういうふうにカットしたものがあるんで、そういうふうに やるんですけど、ハイエースに関しては、そうですね、フロントガラスは、この形で一回、外周カットで成形済みを送ります。なので、
あのいいところに合わせてで、ね、あのね、ごめん、このカットがねダメなところがちょっと形が大きいんですよ。大きいので中に入ると絶対にここが余っちゃうんで、先にここ5ミリぐらいカットしちゃうんですよ、僕の場合は。なんですけど皆さんの場合、こういうふうに線を書いてもらって、線よりこの外3ミリから5ミリをカットしてください。この縦でだけでいいです。左右の縦で、あとはここは例えばミラーベースがついてる、ドットがついてるっていう車がデラックスとスーパー GL といろいろあるんで、ここはカットせずに成形してものだけお渡しすることはします。そしたらこういうふうにこう大体貼る場所に一回乗せてみて、霧吹きで水をかけて乗せてみて、で位置を合わせて、でこういうふうに油性のものでいいです。セパレーター面とフィルム面を間違えないように透明な方のセパレーター面を上にして、こういうふうにやってもらって、ここをちょっと書いてください。このフロントガラス、特にね、フロントガラスを貼ろうと思う人たちだったら、このぐらいのことは多分簡単にやってくれちゃうと思うんで、こういうふうにやってくれると間違いがなく、どの車も一枚のもので成形したカット済みのもので行くんで、ここだけはすいません、中のこのミラーベースのところのカットだけはご自分でやってください。3型とか4型はね、ここにミラーベースのくぼみが出るんで、そのくぼみはこういうふうに書いてもらって、上から書いてそれを、切ってもらうっていうふうにやります。じゃあこれ今から切りますね。はい、じゃあ今全部切りました。切って、ここはセパレーターがついてないところです。切っちゃったんで。でここからセパレーターがついてきます。この状態でフロントガラスを貼る、この貼れる状態まで。でね、ちょっと見えないかな、ちょっとこう丸くポチポチがいっぱいあるんですけど、これ型取るときに必ずこういうふうになっちゃうんで、これは貼ったときには出るんですけど、乾いちゃえばこれが出なくなりますんで、これはあまり気にしないでください。で見れば、ここはこううね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 してますよね。でここは平らってことは、こっから下、こっから上っていうのが特に成形で熱のかかってるところです。そういう風な形でフィルムがいきますんで、これなんかシワが寄ってるっていうこういい見方をするんじゃなくて、こういうものです。これでガラスの形に、変わってますんで、それは気にしないで貼ってもらえれば貼れます。でこれをこういう風に丸めた状態で、こういう丸めた状態、あまり負荷のかからないこういう状態でお送りしますんで、これはね、筒の状のものに入れてね、入れます。でじゃあ今から今度横の部分のドアガラスのカットやってみます。はい、じゃあドアを切る作業をしますね。うちではこういうふうにカットデータを、データとして出す機械があります。でこれを今から、カットの機械の方にこれを送信するんで、送信するとこれがカット済みで出るようになります。でだからといって、うちは自分は横の型が切れないわけじゃないんですよね。横の型切れないわけじゃなくて、一応手切りもできます。手切りもできるんですけど、これの方が効率がいい、早いのもあるし、たまにね、やっぱりカットのデータの型より自分で切った型の方がいいんですけど、こっちがやっぱ早いで、なおかつ、見えないところも綺麗に切れるんで、見えてるところはね、手切りの場合はすごく綺麗に切れるんですけど、見えてないところもこういうのとちゃんと切れるし、まあ何しろ早い。ちょっと失敗しても、まあ、すぐにね違うフィルムで対応ができるっていう風な感じで、うちはこの機械、見巻きの機械で、あとはまあデータ屋さんのデータで対応してます。でこんな風に機械が切ってくれます。これをね手でやると、まあ、1枚で
まあ約10分ぐらい、10分から15分ぐらいはかかったり、まあ、5分ぐらいで切れるんですけど、なんだかんだ調整してるとそのぐらいになりますね。はい、これでカットが終わりました。はい、じゃあドアのカットが終わって、こんな風にね、あのこっちが右ドア、こっち左ドアっていう形で、こんな風な3点セットで販売の方もします。ただあのショッピングサイトにはちょっと載せてないんで、まあ電話で問い合わせいただければね、あのやりますんで。ハイエースは自分のハイエースと妹のハイエース6型があるんで、あのナローボディだったら型はいつでも取れます。ただワイドとかがないので、ワイドはタイミングなんですよね。でタイミング、お客様の車でフィルム成功とかあった場合、まあちょっとフロントガラス借りたりとかねしながら、あの型は取れるんですけど、タイミングがないとそういうのできないんで、とりあえずハイエースは常にあるのでなんとかなります。それはもうあの例えばスパッタの80がいいとか、60がいいとか、スパッタもねちょっといろいろ色があったり、スパッタのシルバーもあったりするんで、そういう場合は電話の問い合わせをください。電話の問い合わせいただければ、あの成形済み、カット済みっていうのは出します。ただフロントガラスはさっき言ったように、あのミラーベースのところが違う車があったり、6型だったり4型とか3型とかでちょっと違ってくるんで、その辺はちょっとご自分で、一回フィルム、車の上に、ね、フィルムを置いてもらって、で、アウトラインを書いてもらって、アウトラインより3ミリから5ミリ外側を切ってもらえれば、あの透けることはなく貼れるはずです。そんな風にやって出すことも可能なんで、まあ一応電話の問い合わせはください。はい、じゃあ今日はこのような形でフロントガラスの成形カットで貼る時の、ミラーベースのカットの仕方なんかを、動画で説明書代わりに撮りました。例えばセラミックね、ここの黒いのがありますよね。これもね、たまに車によって多少の誤差はあるんですよ。でドンピシャで、カットしちゃうと使えない場合がね、ごくごく稀にあります。ごく稀にあるんで、ちょっと大きめでいきます。ハイエース特に左右大きめでいきますんで、フィルムをねフロントガラス貼ろうと思う方は、結構器用な方だと、それをチャレンジしようと思う方は器用だと思います。その方は、まあ、きちっとした位置に乗せて落ち着いて乗せてください。でそれも1人じゃなくて2人で、なるべく2人でやってください。で、乗せるときに切り拭きでもうこういう感じで、あの切り拭きにたくさん水はかけちゃって、その方が滑ります。でその後あのヘラで、ちょっと水抜いて固定して、でそのまんま、あのまんまの形にアウトライン引いてください。でアウトラインよりも外側3ミリから5ミリで、その車の形になるはずです。そういう風にやってもらえれば出すことは可能なんで、今回はちょっと切っちゃいましたけど、あの車によってそこが違うとか、1型2型3、まあ1型2型一緒だよね、まあ、3型まで一緒なんですけど、3型とか4型まで一緒なんですけど、これがついてるついてないって言ってだいぶ変わってきます。で車によってあのブツブツの大きさが若干横にずれたりとかしますんで、1枚もんで出します。サイドのラインとここのミラーベースのところだけ、ご自分でカットしてもらえれば助かります。はい、そうすれば成形済みのものがいきますんで、まあ、このまま上にガラス乗っけてもらえれば、あのその形になってます。でなあの外で置くだけだとその形に見えないんですけど、貼るときに貼り出せばその形になってますので、問題なく貼れると思いますので、フロントガラスなんだけどリアガラスとか横とかと同じような形で、あの応用は効かせられます。結局全部のガラスが応用でフロントガラスとかリアガラスがあるので、
前にビワチャンネルで上げたフィルムの動画をよく参考にして見ながら何回も見てもらってイメトレをしてください。イメトレをしてでフロントに臨んでもらうというふうにしてもらえると貼りやすくで、あとはねガラスの掃除ね、ガラスの掃除はよくやってください。で施工液の濃度はご自分で好きな濃度があるんですけど、僕結構濃いんですよ。うちポンプで使ってるんですが、ポンプ2回押してます。500cc かな、1リッターか、1リッター 700cc の、入れるやつ、こういうスプレー、ダイヤスプレーなんですけど、ダイヤスプレーに水を入れて、2回って結構多いんですよ。割と多くていいと思います。で皆さんフィルムなんか初めて貼る方なんかは水施工液洗剤が少ないとすごい苦労するんで、洗剤は薄いよりが濃い方がいいです。で、掃除の仕方で、掃除のし具合で中に入ってからフィルムがこうずれるずれないっていうのがすごくあるんで、濃いめで作ってください。で中の掃除は、僕らはガラスクリーナーを使ったり、ガラス研磨剤も使います。ガラス研磨剤も使うんで、ガラス研磨剤も使って、掃除するんです。非常に中に入って動きます。黒いフィルムの場合はそれですごい動きます。でもゴーストだったりホログラフィック系のフィルムって中入ってもちょっと動きづらいんで、そこら辺は焦らず施工液をかけてやってください。でマスキングするところはサイドはマスキングしてくださいね。サイドはマスキングしてください。でフロントはガムテープを貼って、で本当はこういう帯があればいいですよね。これね、これタオル生地を棒状にした編み込んだものなんですけど、これをガラスとダッシュボードの隙間に差し込んで、ここで一回水を受け止めるっていうことをやるんですけど、まあ、これがない人はバスタオルをきれいに伸ばしてシュッシュッシュッって差し込んで、でフィルム貼るときはそのバスタオル触らないようにやってください。はい、そうすればあまり水が下に行かずに、車によってはねハイエースね、うちじゃないんですけど横にカプラーがある車種があるんですよね。まあ大体右側にはみんなあったりするんです。左側にもあるんで、そこをマスキングしてください。そこに水がかかると、そこからショートはしないんですけど、ヘッドライトがつきっぱなしになったりとか、ポジションランプつきっぱなしで2日間ついてたっていう車も事例もあります。うちはねそれがないんですけど、そういうのもあります。だからマスキングをよくしてください。僕はバスタオルをたくさん敷き詰めます。ダッシュボードのダムテープで際を貼って、その後はバスタオルを置いてやるんですけど、あとはマスカーを使う業者さんもいますし、まあ、人それぞれいろんなところあると思うので、そこら辺はまあうまくやってください。で、有限会社ピュアではね、貼るのをメインでやってますので、まあ、電話いただいて問い合わせもらう、まあ、メールでもいいんですけど、まあ、必ず電話番号を入れてもらって、あとは電話かけてもいい時間帯にを書いてもらえれば僕の方からかけます。かもしくは電話昼間でしたら電話問い合わせいただければ僕が大体いますんで、うちの会社の方に出ます。そしたらどんな車種かでいろんなことを聞いてできるとかできないとかありますんで、それで話はできます。で、あとは、まあ、いろんな業者さんがね、いろんな県にいろんなところにあると思うんですけど、大体が金額って同じような金額で結構高いんですよ。でも僕の、まあ、会社ではね、有限会社ピュアではなるべく皆さんに、貼ってもらいたいとか貼りたいっていう方を応援してますんで、ちょっとリーズナブルな感じでもやってます。フィルムによってはリーズナブルなものもありますんで、ぜひ問い合わせください。ゴースト系かなり今値段が高いんで、型カット成形済みで買ってくれる方、まあなるべくね掃除ができれば、ね、失敗しないと思うんで、掃除をよくやって、貼ることに挑んでみてください。でそれがちょっと自信がないな、もったいないな、失敗したら嫌だなっていう方は、ぜひ電話問い合わせしてもらって予定を入れて、貼ってください。でフロントのフィルムに関してはね、結構土曜日に貼ることがあるんで、金曜日の夕方とか夜とか預かったり、まあ、あとは土曜日の朝一
来店してもらって、本当はいつも日曜日は1日置いて車を乾かして、で月曜日納車っていう形を取ってるんですけど、県外の方だったりね、ちょっと遠くの方だったらその日に戻すことも可能です。して貼って、でその場合例えば2週間先の予定からになっちゃうと思うんで、貼りたいなと思って行きたいなと思う時期があるんでしたら早めに電話いただければね、対応はしますんで、タイミングです。その週貼れる場合もありますし、2週間先になっちゃいますっていう時もありますんで、何しろ1回、電話の問い合わせをもらえればいいと思います。はい、今日はね、ちょっとカメラマンをやってくれる人がいなかったんで一人で、撮ってみました。こんな風な形でやってる YouTuber さんすごいですね。大変です。こういうこともあると思うんで、一人でね、ちょっと皆さんに見づらくてご不便をかける場合があるんですけど、こんな風にもやっていこうと思います。はい、で今ね、着々と登録していただいている方が増えてます。見てもらえてる視聴時間も増えてます。視聴回数も視聴時間も着々と増えてます。僕も ね、こんなに増えると思ってなかったんですよ。ね、確かに翼くんたちの力も借りてますけど、まさかこんなに増えると思ってなかったんで、まあ、まだね、全然底辺もいいとこ底辺なんですけど、皆さんにね、そうやって見てもらって、グッドボタンを押してもらって、登録もしてもらって、そうやって応援してもらいながら、このチャンネルを運営していこうと思います。で、うちはね、ハイエースばっかりじゃなくて、いろんな車が入ってくるので、いろんな車の車両紹介やったり、後輩のバイクだったり友達のバイクだったり、お客さんの車だったりね、いいよ、出してもいいよっていう方の車なんかは出していこうと思ってますので、これからも何卒よろしくお願いします。何しろ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。励みになります。じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。さようなら。